1ヶ月漁師生活16日目にして10キロのダイエットを早々にクリアしてしまったマサル。しかし用意されていたのはまさかの第2章。マサルには3つの伝説に挑んでもらうことに。1つ自己最高記録25メートル潜水、2つ10キロオーバーの GT の捕獲、3つ10キロオーバーの磯マグロの捕獲。これら全てを達成すればなんと賞金100万円。マサルは全ての伝説を達成することができるのか。はい、どうもさです。今日は漁師生活25日目、そして電動リール解禁ということでですね、電動リールを使って泳がせ釣りっていうのをねしていこうと思います。もうこれはめちゃめちゃ夢がある漁法です。とんでもないのが釣れるかもしれないし、何も釣れないかもしれない。もうそこに関しては運ですね。まずはね、仕掛けをね買いに行きましょうか。まあ僕はですね、釣り初心者なんで、今回電動リールね、初めて自分の船で使います。もういつかね電動リールを皆さんにお見せしようと思ってね、2年前ぐらいに買ってたんですけど、ずっと使っておりませんでした。本日初めて使います。ちょっと怖いですけども、いやー釣れるかな。もしめちゃめちゃ当たれば1メーター超えのヤイトハタが釣れたり、あとはなんやろな、 GT とかもね食う。あとちょっと釣れたらやばいのはイタチザメやね。イタチザメが今日行くポイントはちっちゃくて100キロ、大きかったらもう450キロぐらいまでなるようなイタチザメもね食うような仕掛けなんで、そいつらにかかったら終わり。多分船が負けてひっくり返るんじゃないかな。まさか泳ぐ準備はできてるか。ライフジャケット着ます。でももう獰猛に大暴れしてるやろうからね、あのサメも下からギューン来て怖いですね。僕もちょっと怖いです。で今日行く場所はね、水深50メーターぐらいですね。なんかね、だいたい水深50メーターぐらいまではサンゴに引っかかって釣りができないんですよ。すぐ根掛かりする。だいたい釣りするときはね、50メーターより下でやりますね。で100メーター、200メーターになると、あの引き上げるのがめんどくさいんだよね。で今日はですね、長丁場になると思うんで、船の上でね釣れた魚をさばいて食べましょう。よし、初日はここにほぼ裸に近い格好で来てたんですけど、さすがに結んだわ。今回はちゃんとした服で来ております。じゃあまずはね、泳がせ用の小魚を釣らなきゃいけないんで、これです。砂五目、これで小魚を釣っていきます。そして大物用の針、こちらです。で重りですね、とあと餌のキビナゴですね。 OK。はい、ありがとうございます。ありがとうございます。はい、というわけで一式を買ってきました。かなりの投資額ですね。はい、そしたらこっから電動リール用の仕掛けを作ろうと思います。はい、そしたらまずこちら針をセッティングしていきます。あの釣り具屋さんで一番頑丈そうな針ですね。でこれをこうして、よし。はい、そしたらこれをハンマーで叩いていきます。いいでしょう。はい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 、来ましたよ。見てください、こちら電動リールです。めちゃめちゃかっこよくない？これ超いいやつです。多分まあ何が来ても上がらんってことはないと思う。イタチザメ以外なら上がる多分。最後仕掛けをつなげておきましょう。じゃあまた同じような作業です。こうやって結んでいきましょう。いやこれでね、何が釣れるやろうな、楽しみやな。じゃあ早速ね行きましょうか。はい、というわけで港に来ました。じゃあまずねセッティングをしていきましょう。こうやって船にセッティングしていきます。よっしゃ、セッティングも無事完了しましたね。行きましょうか。よし、まずは小魚を釣りましょう。おじさんが一番食いつきがいいらしい。とにかく今おじさんを欲してます。何おじさんでもいいや、とにかくおじさんを狙っていくぞ。何かいる、何かいる。何が釣れるでしょうね。だいたいね、レア魚種は南洋貝割り霞味来たら熱いけど、泳がせには使えないっていう。とりあえず今日はおじさん狙い。あれ、ちょっと画面見てよ、まさこ。今酔い何パーですか？まだ全然。あ、全然大丈夫。本当泳がせ釣りなんて暇すぎるんだ。俺今日本持ってきてますからね。一緒に本読もうぜ。任せてください。俺が朗読してあげるよ、この本を。これをね、つける作業がやばいのよ。あのマサルでも体調が悪い日やお酒を飲んだ次の日は普通に船酔いします。今体調 20% ぐらいですね。すなわち船酔いします。そうか、船酔いして本が読めなくなるんだったら、マサコに朗読してもらえばいいじゃないか。釣れるときは一瞬で釣れます。あ、ネックマウント欲しい。あ、あ、ピクってるぞ。これ餌ないパターンじゃないか。
お、もう餌取られてる。ここカワハギがいっぱいいるパターンかもな。あ、せっかくつけたのに。俺思ったんだけどさ、夜普通におじさんとか網でつけるんだから、素潜りで取った方が早かったんじゃないかなって俺思っちゃったんだけど。 GT 来い。あ、かかった、かかったかかった、来た来た来た。これはなんや、あれまだちょっと重いぞ。なんやこれ。はい、お、ほうあか口ビア。やばいやばいやばい、こんなすぐ釣れると思ってなかった。急がなきゃ、優しく優しくしてあげないとね。泳がせに最適。オロチンユーさんの時やばかったよね。オロチンユーさん、なんか本当にオロチマルと同じ色の顔してたもんね。みんなオロチンユーさんの顔見れないだろうけど、マジでオロチマルと同じ顔の色してたわ。でも船酔いは吐いてからがスタート。工場長と釣り対決です。そっち何、ジグ？ジグですね。わあ、 GT 来る可能性あるな。もうないな餌が、多分あげる時間がしんどい。あれ餌ある。ちなみにここで船用意してると泳がせ釣りの方はやばいはずよ。結構馬車ついたところでひたすら待ちますから、一番酔うやつですから。でもサメ釣れちゃったらどうする。これで最高でしょ。来い、南洋貝割り。あ、勝ったかも。お、お、あ、なんかでかいぞこれ。あ、やばい、これタモ必要なやつかも。回遊魚系や、なんやこいつ。あ、やばい、あ、やばい、あ、来た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 、たまたまたま、おーおーおお、でかい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 、こわあ、切られる、こいこい、よっしゃー、来ました。南洋貝割りちゃんじゃないですか。こいつ泳がせいけんの。全然いきます。こいつも泳がせ要員か。はい、こちら可愛い魚、南洋貝割りちゃんです。うわ、嬉しい。よっしゃー、今回魚影熱いぞ。やば、釣り楽、素潜りの100倍楽や。深いな、50ぐらいありそう。お、お、来た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 。おお、これはいけるでしょ。おー、赤口尾。おっと、こいつは南洋貝割りだ。もうかかった。あー、バラハタちゃんですね。こいつはリリースですね。はい、リリースです。あっち、やばっ、やばいの来た。やばいやばい、なんやこれ、結構重いぞ。外したくないな。ハタじゃないか。おー、アザハタや。嬉しい。これ泳がせで釣る方の、釣る方え、こんな仕掛けでアザハタって釣れるんや。うわー、しかも1キロぐらいありそう。水深でアザハタめっちゃ珍しいですね。普通もっと100とかよね。やった、2000円分回収、すごー。こいつはちゃんと血抜きしよう。ちなみにこっちからでも脳天締めてできるんですよ。結構硬いんでやりづらいんですけど、こうすると表面に傷がつかず締めることができます。やばいな、かっこよ、アザハタ。ワンチャンこれがサムネになる。嬉しい。競馬で言えば3連単当たった時ぐらいアドレナリン出てる。そんぐらいアザハタって釣れないから、こんな場所じゃ。じゃあ次はアザハタが食べてたエソを仕掛けにつけてやりましょう。食われたエソをもう一回食わせましょう。うわー、アドレナリン出た。もうこれでいいぐらいだ。でも水深30ぐらいでしょ。じゃあ潜りでもつける可能性あるんだな。やっぱ釣りの才能があるのかもしれない。もうアザハタ釣ったんやから帰っていいよ。お、来た来た来た、早いって。おいおいおい、休ませてくれ俺を。本読めねえじゃん。なんだろう、来たおじさん。大本命です。あ、しかもアザハタが吐き出したやつ食ってんじゃん。アザハタのエソを食べたんだな。新たなことが分かりました。魚の口から出てきたものを再利用しても釣れます。丸口姫路ですね。こいつも泳がせに、あー、生かしときましょう。ちょっと水を入れ替えてあげよう。はい、オッケー。今日爆調じゃん。もう今のところ全部うまくいってるよ。おじさん連れて完璧完璧、流れは掴んでる。あとはこの流れが夜どうなるか。なになになに、途中でかかった、途中でかかったぞ。回遊魚じゃない、でも弱っ。
なんや、いや強いぞ。なにこれ、ゆっくり巻くぞ。ちゃんとかかってるんだろうな。うわー暴れる、やばいやばい、やばい、あでかい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 、うわでかバラハタじゃん。で赤ハタもついてる。でかこれ泳がせで釣るやつやん。また出ました。出た、泳がせで釣るやつなんよ。普通に良くないですか。もう帰っていいんじゃない。電動リール使わなくても釣れるよ今ね。バラハタもね沖縄高いんすよ。これ 1.78 キロぐらいありそうやから、こいつで4000円だ。4000円、いいじゃん。そうか、あなたも釣れてたんですね赤畑さん。うわーすごいじゃん、バラハタ。これちょうど美味しいサイズです。いいね、初めてこんな釣れてるんだけど、餌釣りで。ジョーラでもいいんじゃないですか。え、そんなジョーラ見たいの。もうだるい。もういい。あ、勝ったかも。あ、勝ってない。あれ超軽くなってる、おかしい、切れたかも。そんなことある、重りが取れたか。あれなんかとんでもない魚が噛みちぎっていった跡があるぞ。何かいる。もうあのジョーラの下りなかったら絶対あげれてたじゃんこれ。まさこが見たがるからさ、セクハラとか言われそうワンちゃん。もうやばいわ、こんなチャッチー仕掛けじゃもう太刀打ちできなくなってきてる。泳がせをしましょう。とんでもねえでけえやつがいますここに。だってこのラインを一瞬で食いちぎってるわけだからね。下にいるんだよ。このおじさんでいきましょうか。じゃあおじさんのここでいいんだよね。さて夜になるまでこちらで泳がせをしていきます。おんもあれを食うってことはもう相当なことやからね。暇すぎて死にそう、日沈んだらこれやめよう。さて2回戦行きましょう。おじさんもう一発頑張ってきてくれ。あ、ちゃんと下に行ってるわ。よっしゃ、取れたぞ。なんだっけこいつ名前。これなんかあの大群で いるやつだよね。逃がしたらやるか。ちょっと一旦仕掛け変えようかな。いや軽くない、おじさんいなくなってんだけど。なんかいるな。これ救ったの。救いました。あ、しまった、あ、全然大丈夫だ。いってらっしゃいませ。釣れないんでね、ちょっと今度は頭に変えてみることにしました。まあこれが抜けるということはまずありえない。食えばかかる。お、トビウオめっちゃ来てる。トビウオ、トビウオ、トビウオじゃないぞこいつ。トビウオじゃないやつだ。むむ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 む、そのまんまです。悔しいですが本日は撤収とさせていただきます。大物釣りはなかなかね、初っ端からじゃなかなか難しいね。ということで一旦事務所に戻って今日獲れた魚の計測をねしていきましょう。はい、というわけで戻ってきました。いやちょっとね悔しい、めちゃめちゃ悔しいんですけども、まあそう甘くないよね。ところで本日の漁獲こちらでございます。暑いね。どうやろう、餌釣り1時間ぐらいよねしてたの。1時間であんだけ釣るってまずないからね。激アツです。もうちょい切れづらい仕掛けにしてたら多分もっとでかい魚釣れてたはず。一瞬で針切れたからね。こんだけ釣りで海が激アツっていうことは潜ったらもっと激アツなよね。潜り行っとけばよかったなって感じもあるんですけども、こちら見てください。これめっちゃ嬉しかった。素潜りではねまず取れない魚、こちらアザハタですね。普通ねもっと深海にいるんですよ。この魚は素潜りで取ったっていうのはまだ俺聞いたことないですね。めっちゃ俺は感激してる。そしてこのアザハタめちゃめちゃ美味しいらしい。明日いい魚が取れなかったら調理しましょう。じゃあまずねアザハタ測ってみましょう。もうね20日以上この生活やっておりますから重さは分かります。 1.4、 まあまあまあ誤差誤差。あーなるほどなるほど。 1.7、1.9 ってこと、 1.9 と 1.1 やから3キロでハタ2000円、6000円ですね。もう他の魚たちは全部一緒でいいでしょう。 1.5 キロ750円、
6750円、だいぶ赤字ですね。餌釣りだけやっとけば赤字じゃなかったね。泳がせ釣りおもろいな。うわ、夢あるんやけどな。この1ヶ月期間中にサメを釣り上げるとこ見せたかったな。ということで今日は何日だ、26日になってますね。あと2つの伝説を達成する、いけるかな。目標を目指してね、やっていきましょう。絶対に GT をつきましょう。ということで最後までご視聴いただきありがとうございました。それでは